創業者はオフィスでボランティアメンバーと会議をしている。性癖犯罪を犯したまま亡くなり墓から出てきた芸能事務所の創業者、やんちゃな笑顔で、皆さん、震災被災地支援の活動について話し合いましょう。私たちの事務所は、日本を元気にするために力を貸せるはずですよ。ボランティアメンバー、熱心にうなずく灰。私たちもできる限りのサポートをしたいです。ボランティア活動現場にて、ボランティアメンバーは被災地でボランティア活動をしている。最新の注意をばらいながら、優勝に伴う騒ぎを警戒する地元警察官が気になる様子で見守っている。ボランティアが元気に声をかける、一緒に頑張りましょう。被災地の方々に笑顔を届けましょう。感謝の気持ちを込めて、本当に素晴らしい活動だと思います。みんなの協力があってこそ、被災地の方々を助けることができます。オフィスでの再会にて、ボランティア活動後、創業者とボランティアメンバーがオフィスで再会する。墓から復活した創業者が感謝の気持ちで、本当にみんな、お疲れ様でした。被災地の方々に喜んでもらえていると思います。この活動は私たちの事務所の誇りです。ボランティアが笑顔でありがとうございます。私たちにとっても貴重な経験でした。被災地の方々の笑顔が何よりの報酬です。地元警察署で地元警察官が創業者と再び対面する。警察官が緊張しながら、創業者さん、とある歴史的な野球団体の優勝を祝う騒ぎについて心配していましたが、ボランティア活動がしっかりと行われていたこと、そして事務所の協力に感謝します。創業者が謙虚な態度で、いえいえ、私たちも地域の一員として貢献することが大切だと考えています。今後も地元の安全と発展に寄与していきたいです。創業者とボランティアメンバーが協力して被災地支援活動を行い、野球団体の地元警察官の信頼を勝ち取った。彼らの努力と真摯な姿勢が地域社会を元気にし、人々の心に希望を与えることにつながった。生前やんちゃしたけど墓から出てきて償おうとした創業者とボランティアの努力と地元警察官の警戒心を書きながら、ボランティア活動の重要性とその効果を伝えることができるコントでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。